恋人は自分を支えてくれる人だと思うの。今日もお疲れ様です。お疲れ様です。<laughs> では恋のお話を。 していきますなんだろうあの <laughs> 結論を言いますと結論っていうか目が言いたいことはあの 恋しろよってことです <laughs> 恋した方がいいよってことです <laughs> みんな恋してますか <laughs> そう、恋した方がいいんです <laughs> なんかこれもまた自分のお話になるんだけど なえ、まあ、も過去にお付き合いしてた方は何人かいるわけですよ <laughs> いるの <coughs> その人たちからからっていうかその人たちと付き合って 得たものっていうか知ったことっていうかそういう感じをみんなに伝えます。なん <laughs>、ね、はもともとね中学校の時にすごい家が大っ嫌いで。 ずっと自分の部屋にいたの <laughs> ずーっと自分の部屋にいて <laughs> まずその環境から連れ出してくれたのは恋人だったかなって感じ <laughs> なんかないが思うに 恋人は自分を支えてくれる人だと思うのよく言うじゃんなんとかくんが生きがい <laughs> んとかくんがいるから頑張れるみたいなあるじゃんでもマジその通りだと思うのないわなんか その自分が部屋に引きこもってた時も学校は行ってたけどねそれ以外は本当に出なかった親が寝てから自分の部屋から出て寝る準備して <laughs> 寝てって感じでもそこから連れ出してくれたっていうか それは恋人だったのよ。<laughs> 高校の時が一番お世話になったかなって感じ。<laughs> まず違うけどね、人が違うんだけど、高校の時にも恋人がいて、とてもお世話になったなって感じです。なんかもうすごい 未練たらしいい女みたいになってるけど違うから、ね、この,の過去の恋愛のお話をしてみんなに恋した方がいいよっていう <laughs> あれであって別にそのキモい女じゃないから <laughs> 違うからそうだからあの <laughs> 一つの経験談としてだと思って聞いてね <laughs> そう <laughs> であの1回目に話したと思うんだけど高校1年生の <laughs> 高校1年生の時にすごいその理由は1個前の動画でお話ししてるからそっちを見てほしいんだけどとりあえず高校の生活がつらかったの。 でもなんとか頑張れたのはその恋人さんがいたからなのかなってだなって思うかなじゃないなだなって思う <laughs> なんか特にそんなあの学校を苗のためにボーンって破壊してくれたとか <laughs> あの <coughs> 学校中の生徒を嫌いにしてないを姫にしてくれたとかそんな話ではなくて本当にちっぽけなことが自分の支えになるわけよ。頑張れって一言だったりなんだろう自分が頑張ったことに対して。 褒めてくれたりとか,なんか恋人ってやっぱ一番そばで寄り添ってくれるものじゃん自分にだから奈枝は全部その日あったこととか辛かったこと嬉しかったこととか毎日たくさん話してた <laughs> ちょっっと待って <laughs> そうたくさん話してたなんか今恋人の形っていろいろあると思うんだけどそのネットが発達してるからねまだ会ったことない人と付き合っちゃったとか。 ネットで知り合って実際会って付き合ったとか出会い方は人それぞれだし付き合い方もそれぞれだと思うんだけどやっぱすごい間違いなく自分の支えになるものだと思うの恋人って。何にとっては その家でつらかった時と高校生活つらかった時の支えになったわけですよ。何 <laughs> か具体的に話すとさ嫌がられそうなんだよねなんか。 なんかデートしたりさ、うん、するわけじゃん出かけたりお揃いのもの買ったりとか写真撮ったりとか手紙書いたりとかそういうのも全部ひっくるめて。 自分のの生活の一部になるわけじゃんその彼との時間ってそれが大事絶対にあった方がいいのその時間って恋人がない人は絶対恋人作った方がいいうん <laughs> うんいらないって思ってる人もないはい、いた方がいいと思うけどなって思う よって話しんみりした話はここで一旦おしまいで誰のねおすすめのデートスポットとか話そうかな今恋人がいる人に向けて話そうかな えっとねそうだな定番遊園地だよね <laughs> 遊園地なんだろう苗が行ったのは苗が行ったのはね ディズニーとあとなんだろう恋人じゃないけど友達と言ったけど富士急あと遊園地ってなんだろうでも2個ぐらいかな今2個だったのに3個してたね今多分2個ぐらい富士急とディズニーぐらいかなあの苗は個人的にすごい ディズニー大好き人間でめっちゃ好きなのディズニーなんかもう最寄り舞浜じゃんもうなんか舞浜にいるだけで幸せになるのなんかもうあのディズニーの最寄りにいる今からディズニーあー幸せみたいなレベルでし幸せになれる場所なのディズニーって <laughs> なんかディズニー行ったらさ別れるみたいなあるやん。あれの原因はないわあの待ち時間にあの携帯をお互いにいじっててこう喋んないとかあと待ち時間長かったりしてお互いピリピリしてて喧嘩になるとか。 なんかまあ原因はいろいろあると思うんだけど別にそんなディズニーがホラーなわけじゃないし全然あの自分たちの気持ちの問題だと思うんだけど別に言っても分かれないと思うんだけど奈はね C のが好きうん C のが好きディズニーは C の一番好きなところはあの 10時で閉園じゃんディズニーって。で平日の閉園時間とかなると本当に人がいないのマジで人がいないのすごい人がいなくてでーってあの湖池みたいなあるんだけどパレードする池が山の前にあるんだけど。 あそこの池があってこの池のこの辺に地面があるの。<laughs> じゃあ伝わる池があってなんか <laughs> 池のとこに立てるとこがあるのちょっとそこに平原ギリギリになっていくのが大好きで。 めちゃめちちゃゃ綺麗なのすっごい綺麗なの景色が鬼ほど綺麗で、でんか夜だから真っ暗じゃん10時だから真っ暗なんだけど街灯がバババババってめっちゃいっぱいついてて街並みみたいな景色があって湖が目の前にあって左に山あってライトアップされてて。 めっちゃ綺麗なのもうなんかディズニーめっちゃ疲れるけど足痛くなるけど全部フっトマジでフットめっちゃおすすめだからこう恋人とディズニー行って最後の最後で「あ疲れたね」って言ってそこ行って景色見に行くのめっちゃおすすめです全然、ね、恋人じゃなくても。 友達でも行ってほしいぐらいおすすめめ,めっちゃ綺麗だよほんっとに綺麗あとなんだろう C のおすすめあ写真インスタグラムとかさ最近ディズニーの写真いっぱい載ってるけど写真の C の写真のおすすめの場所は 船かな船が一番好きかな前はあの「タートルトーク」っていうアトラクションがあるんだけどクラッシュと喋れるそのよそこの,の船の中に入れるんだけどめっちゃでかい船そうレストランも入っててあるんだけどあの船の上がねすごい綺麗だよ なんかマリン系のコーデ,コーデお揃いのコーデとかしてそこで撮ったら絶対可愛いと思うあの臨場ひかりんょって行った時もね行った船人もそんなにねいないしねあのめっちゃ高いの船の上だから場所が高いからあのシー全体がブワーって見えてめちゃめちゃ綺麗 あそこは。だからおすすめだよ。あとなんだろうし、全然さ、ディズニーオタクってわけではないから、にわかなんだけど、ディズニー楽しい、大好きってレベルだから、詳しいわけでもなんでもないんだけど、トイ・ストーリーの夜めっちゃ綺麗だよね、あの、ライトが。 バババってついてんのめっちゃ綺麗あれもなんかディズニーってすごいよね <laughs> 唐突にすごいと思うなんか偽物が多いじゃん石とか岩とか偽物が多いけどなんか美術面的に見てすっげえって思う 匂いとかまでこだわってたりしたすごいよねなんか見ちゃうめっちゃ乗り物とか乗った時にあれどうやってやってんだろうとかあれどうなってんだろうとかどうやって作ってんだろうとか誰が考えたんだろうとかめっちゃ考えちゃう。ないだけかな思わん すごいよねディズニーってあのファンカストさんあのシラスさんとかのやつわかるあの音出るやつ動くとあれマジマジでどうやってやってんだろうねあれ <laughs> あれすごいよね動いたら音なんのこの前さランド行ったんだけどユナと行った時に自分から話しかけに行ったのねファンカストさんに。 <laughs> 何したかっていうとあのウエストポーチで行ったんだけどあのこうやって「ねねねねってやってそしたら止まってくれたの止まってくれて早くウエストポーチピッて開けてこうゴソ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 ってやってこうピュッダンって指肌を取り <laughs> 取り出すっていうのを <laughs> クソしょうもないんだけどやったのファンカッタトさんにこうやって。 やったのだからめっちゃ向こうからしたらさ何あアドリブなんて言うのぶっつけ本番 <laughs> 日本語あの急な出来事じゃんプログラミングされてないじゃんなのになのこの指ハートをこうやってあの望遠鏡を取り出してこうやって見ていやなんだこれ。 って見てこの指ハートをねピッて取り上げてキュッキュッって音出しながらねこうやってキュッキュッって吹いたの。で、はい、キラリーンみたいな音まで鳴って「はい返す」みたいな「ありがとう」ってハイ、はい、タッチキャーンみたいなだったんだけどもうねあのすごいなと思った。<laughs> なんか そのやる芸が決まっててさ音が録音されててそれに合わせて動くってわけでもないしなのに動いた瞬間にちゃんと音が鳴るのなんか TikTok とかでさよくさ載ってるじゃんおすすめファンカストさんのバフバフって言ってる動画あれでさ誰かネタばらししてないかなって種知ってないのかなと思ってコメント見るけどなんか誰も知らないの 魔法やみたいなコメントばっかでめっちゃ知りたいなって思うすごいどうでもいいねごめんでも <laughs> ディズニーすごいなって思うディズニー大好きマンの方々は知ってるのかなやり方どうなんだろうめっちゃ知りたい気になる <laughs> じゃあ次ランドのお話をうな,んないんだよねランドはなランドさ今月行ったんだけど優のと行ったんだけどあのー、2年ぶりだったランドランドはね2年ぶりだっただけどそう鈴香と鈴鹿って友達がいるんだけど鈴鹿と 中学校3年生の受験が終わって合格して高校入るまでの間そう3月3日に行った「03」「03」「おっさんおっさん」って覚えてるからよく覚えてるんだけどそう3月3日に行ったっきり行ってなくて23年ぶりぐらいに行ったんだけどそうちょっと工事してたりね休止中のがあったりしたけど。 なんかずっと C に行ってて67回連続ぐらいでずっと C でだからすごい比べようと思わなくても違いがすごい分かったんだけどなんか食べ物が美味しいランドはこれを一番に思ったのは C も美味しいものいっぱいあるんだけど。 そういっぱいあるいいっぱいある何があるから肉巻きとか食べ歩きだと肉巻きとかチュロスとかあとなんか海苔巻きやってたの煮物のとこであと何がある食べ歩きアイスポップコーン お肉食べ歩きあんまないだよね多分お前にわかだから分かんないんだけどそうでもランドは食べ物がいっぱいあった持ちながら食べながら歩ける系の食べ物が多いなと思った うん、あのね、あれが美味しかった。スペースマウンテンのとこにあるスペースマウンテンの手前のとこスター・ウォーズとスペースマウンテンの間ぐらいのとこにあるご飯屋さん、レストラン、レストランご飯屋さんがあるんだけどあれのシーフードのなんか 関係の生地で包まれてて中にシーフードのクラムチャウダーみたいなの入ってんだけどチーズも入っててあれめっちゃおいしかったない2回食べちゃった1日にあれめっちゃおいしかったおすすめあれは今イースターだからねタピオカやっててめっちゃこんなちっちゃいのタピオカさ普通さこんぐらいじゃんこんなでかくないかこんぐらいなんだけど ディズニーの、ね、タピオカねこんぐらいだったそう美味しかっためっちゃあと何だろう食べ物ランド何食べたかなあっあれ食べたなんか丸いやつホンテッドマンションの近くにあったやつビッグサンダーとかの近くにあった ななんだったかなチーズの揚げ物なんだけど丸い丸くなってて中にチーズ入ってるんだけどあれめっちゃ美味しかった革命やったあとメープル味のメープルが中に挟まってるなんて言うんだろうあれパンケーキみたいな食べ歩きできるやつ あとランドさハチミツかけて食べるさミッキーの形のパンケーキもあるし食べ物が美味しいなって思った子供向きなのかな分かんないけど食べ物めっちゃ美味しいと思った C も美味しいけどねなんか C はさお酒飲めるじゃん大人はだからなんか大人向きのお酒に合うみたいな 多いのかなって思っただから食通何食べ物食べるの好きな方はねランドおすすめかなあと写真映えたいならばランドかなって感じ <laughs> C も映えるとこあるけどでもトゥーンタウンとかさめっちゃ可愛いよね超可愛い バイオならランドか写真撮りたいならランドかなって感じあとすごい関係ないんだけど <laughs> 救急なんだけどあのカリブの海賊のさ匂い好きな人いないめっちゃいい匂いしないあれなすごい好きなんだけどめっちゃいい匂いするよね落ち着くなんかめっちゃいい匂い あと何だろうなディズニーみんなディズニー行くなユニ,ユニバー行ったことないんだよねユニバーに行ったことがなくてディズニーばっかり行ってるけどうん楽しいよね <laughs> 楽しいめっちゃ楽しいあ そうだ、C C、のご飯美味しいしとこご飯ばっかりになっちゃって申し訳ないもんデブ丸出しなんだけど C のご飯おいしいとこはねあの火山の火山の中に海底2万マイルっていう乗り物があるんだけどそのすぐ横にあるレストランがあるんだけどあそこの食べ物めっちゃ好き中華系なのかなあそこの エビチリとチキン南蛮みたいな感じのやつがあるんだけどめっちゃ美味しいすっごおすすめなんか C もご飯カレーとか食べたりするんだけどあそこがダントツ好きないわ美味しい <laughs> 美味しいめっちゃ美味しい エビが好きっていうのもあるんだけど。あそこのエビチリは美味しかったな。って感じ。ディズニーもう一個できないかな。<laughs> もう一個できてほしい。近所に。<laughs> 近所にもう一個できてほしいな。 そうだなあ,あと富士急だディズニーはこの辺にしとくあと富士急富士急は友達と行ったんだけどあのー、平日 できれば平日におおすごい前髪がすごいぞこれ <laughs> できれば平日に行ってほしいなって思うめーっちゃ空いてるからしっこい空いてるあのね絶叫苦手な人はちょっとあれかもしれないけど絶叫得意な人とかはぜひ行ってほしい富士急冬がおすすめかなでも寒い寒いんだけど富士山の近くだから。 寒いけどスケートができるスケートこのさ彼女がさ運動苦手でさ「あー滑れないはーはーってなってるのをさ「おい何やってんだよ!」みたいな <laughs> あれでこうリードするの良くないないしてほしい <laughs>。 何言ってんだろうね。<laughs> そう。富士急スケート楽しかった。おすすめ。普段スケートさ、スケートできて遊園地で遊べてってあんまなくないすいてて。そう。スケートできるのいいよ。あと絶叫もすごい楽しい。絶叫大好きな人からしたらね、絶叫天国って感じ。楽しいよ、あそこ。 おすすめあと何があるかな不思議不思議絶叫しか載ってないお化け屋敷は個人的にお化け苦手すぎて入ってないのでもし入った方いらっしゃったら どんな感じだだったか教えてください <laughs> まあそんな感じで恋愛スポットおすすめのデートスポットのお話はおすすめのデートスポットっていうかディズニーのいいとこを伝えたみたいになっちゃったけどまあでも恋人はいた方がいいよ なんかずっとこの人しかいないって思ってた人と別れちゃってもうこれからこれ以上の人に出会えないと思うって思ってるそこのあなたもそちらのあなたも絶対にもっといい人いるからもうこれ以上いい人いないって思っててもいるから恋してくださいもう一回リスタート どんな人にも恋をしていただきたいです何もいい恋ができるように頑張ります大事だよそして今あのもし恋人がいる方はめちゃめちゃ大事にしてねなんか慣れてくるとさ忘れがちじゃん なんかよくさ一緒にいれるだけで幸せとか言う人いるじゃんでなわけねえだろって思ってた時期もあったんだけどなんか本当に離れればわかるけど一緒にいるだけで幸せなもんだよ欲張りはよくない ちゃんと目の前にあるものを忘れずに大切になさってくださいじゃあ恋愛の話はこんなもんにしておきますうん次は高校卒業して 世界人となった苗のお話をしようかなと思います次の動画も見てねチャンネル登録もお願いいたしますじゃあ私は苗は 終身いたしますおやすみ。